お疲れちゃん、スロットです。今日ですね、こちら今日スキップあるんやっていきたいと思います。ということで、まあ、現環境ですね、この巨大スケルトンが強いわけですよ。そう、そこそこ強いから、まあ、キョスケホグだったり、まだキョスケロイジェイか、まあ、キョロイがメインでね、マルチロイドも使われてます。ということで、まあ、キョスケバルーンもね、当たり前に強いんですよ。はい、ということでこちらやっていきたいと思います。で、まあ、中身は、まあ、ぶっちゃけこれで結構完成されてるんですけど、防衛苦手だよっていう方とかいたら、まあ、スケとかをね、タデ戦にしても、まあ、全然いいです。まあ、あとはなんかね、変えようと思うと、なんかそのスケルトンの枠がデリバリーだったりだとか、たまにウッドになってたりだとか、結構、まあ、自由っちゃ自由なんですけど、まあ、個人的にはスケが安牌かなと思いますね。さあ、スケブちゃん、こんにちはです。そう、いやー、来た。で、このデッキのマジで結構ガチなところのメインの弱点がスケキンです。あ、なんだこれなんかすげえめんどくさいようなデッキだっすね。さあ、キョスケはね、スケキンのこのソウルコールのスキルが結構厄介になってきます。そう、このね、もうスケにね、スケ押されちゃうんですよね。ちょ、これ内側に寄せて、あ、まあ、痛い。さあ、で、まあ、スケキンだけ、まあ、当たったら、あ、ちょっとやばいんだなと思って、まあ、気引き締めてやってくれると、まあ、言うて別に勝てないとかではないので。そうで、まあ、このデッキは立ち回りもすごいあって、おお、あんたのデッキ忙しいやないか。これスパイキーのやつかな。あー、やばい、めっちゃウケる、めっちゃウケる。キョスケ、いや、でもキョスケがバレル一発熱いのと、今回相手はハンタースケブ、いや、これは引っ張れたら結構熱いね。あー、マジでやめて。これでもさ、バルーンリガ、いや、言ってもいいけどな、ハンターですね。僕の相手がハンターを持ってる、ハンターさえ出してくれたら、うん、まあ、いけるかなっていう感じですね。なんか、キョスケ、スパーキー、ね、いるんですよ。もう、テンプレですよね。うん。これがテンプレってなかなかえぐいんですけど。で、ここに今ね、エリアでバカ取ってます。ガチで相手多分4コスとかしかないんですよ、これで。そうなんで、普通に勝ったっすね。普通に勝ったはずなんですよ。ハンターミラー、あ、これでハンターミラーできない。あ、終わりましたね。なんなら、あ、逆サイディガースケットがいい、おしゃれぶった攻めをしたら、あは、すべて失う。 OK。 まあ、なんかバレルとかもその雪玉できついんですけどもね、後ろに下げておくんじゃね。いや、なんかすごい、めっちゃめり込んでくる。ハンター来るかな、来る、引っ張りたい。そう、バレルもね、その、もう頑張る。キョスケでさっきみたいにダメージ受けながら守るであったりとか、まあ、スケと雪玉であったりだとか、まあ、なんかやろうと思えばね、いくらでも守れるんだ。あと、ハンターで一応完封もできるんですけど、今回はできないと。そう。耐えてしまえば勝ち確です。OK。まあ、なんか雪玉で、なんだろうな、もうすべてを覆してください。相手のガゴムレとかもやっぱきついんですよ。そう、まあ、ガゴムレバレル、なんだ、まあ、結局フキアとかプリンセスとかもめんどくさくなってくるんですけど、全部ね、もうディガーと生き玉と気合とパワーで、はい、なんとかやってください。パワーさあ、いきましょう、よろしく。イーグル、で、なんだろうな、その立ち回りも、まあ、別に何でもいいんですけど、バルーンを出さないパターンもできますよね。そのバルーン、ディガー、雪玉、スケ、コウモリ、バルーン、ディガー、雪玉、スケ、コウモリの、もう一生、高回転バルーンとして、その巨大スケルトンを出さない立ち回りで攻めることもできます。逆に、巨大スケルトンを毎回出して、キョスケ、バルーン、まあ、ディガー、コウモリ、雪玉とか、結構そういう感じでも攻めれるんで、なんだろうな、相手がもうバルーンきつそうだったら、一生ね、バルーン投げまくってもいいんですね。キョスケを無理に出さなくてもいい。けど、防衛でね、バルーンを使いたい時とかは、まあ出してもいいかなっていうので、さあ、今回の相手は、スケラか、バルーンです。エレキなのでスケラですね。これで、まあここに多分分かってたらトルネとかフリーズなんかしてきます。あ、分かってないです。分かってないですか、言っちゃって。やばいかな。いや、これだってもう相手、指名だ。めっちゃいいインド来た。今の俺見てからだったら終わってるかな、相手。さあ、ここはトルネード使ってくれる。
そうで、これは鳥根も使って、ここのコウモリ普通に嫌だと思ったんですけど、ベイビートルコ、うん、いやコウモリが頑張ってるんで男の許容でいいや。いやこれバルーン行ってもいい気がするけどな。エレキー回るかな。うん、さあスケラフリーズですね。でインドベビーエレキか、インドベビーエレキ、まあ、ちょっと特殊なんですけど、もうキング起動してるんで僕これね、スケラ相手とか、まあ、バルーン相手でも何でもいいんですけど、ボーラーとかまたゴーストとかか、まあ、LJ ゴールとか何でも基本的にキング起動できるならした方がいいです。でした方がいいです。しなきゃ損です。まあ、バルーン飛ばすだけ飛ばして低めエレキが来るかもしんないんですけど、さあこれはもうね、なんか適当にしてあげて、で右上にユニット出したいね、フリーズ来るんで。でここは多分許容でいいな。さあバルーンつけて、いやマジキング起動してるのがでかいっすね。で裏ディガーかな、手前だとトルネードでまとめられちゃうんでね。いやてかマイティ強っ、今見ましたマイティ、あー相手それうまいね。キング起動で確実に守ってくるか、まあ、でも流れはもう完全に僕なんで今多分フリーズ事故、いやーまあここで端前止めとくと、まあ、事故もね減る。でこれは、まあ、右上に出して、まあ、ハンターかタワーどっちかが残ってね、しっかり守ってくれればいい。うん、で相手のもうヤンキーなんすよ本当に。ヤンキーすぎるトルネードが来てるんで、オーケー。まあこれはもうね、すべてを失うトルネードでしたね。まあ最後のワンチャンをね、まあかけてきたよねっていうので、まあ気をつけばるんな。結構ガチで強い、普通に強い。うん、強いとしか言えないんですけども。さあ9勝か。あと3勝ですね。マギカップ。カップ。お願いします。うん。なんでまあ、とりあえず困ったら挙式出すでもいいし、ディガー飛ばすでもいいし、まあ、なんでもいい。あー、スケキン多いっすね。いや、マジでスケキンな、アチャクイ超えワンチャン狙ってるっすよ、あいつ。まあ、マイティはさっき見たけど、思ってる以上にそんな強くないです。おー、いやー、これはな、一回捨てます。ディガー使ってるんで、相手のマジアチャ残っちゃうとやばいんでね。そういやマジアチェロイは結構珍しいですね。さあこれは逆サイの攻めはトリトンで引っ張ってあげて、なんなら自然とカウンター、めっちゃいい流れじゃない。いやユキが早いんじゃない、ちょっと俺今日京介が走れ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 走っと熱いマジで熱い、一発入るよな俺。いや京介これが強いんですよね。あーでこれどうだろう、マジアチェいるんで、まあ取れねー、トルネ持ちっぽいですけども、もっ、おぉ、矢野でした。わかんないですね。矢野の、めっちゃ珍しい巨雷です。まあでも結局低めでしっかり受けてカウンターすればいいだけなんで、ワンチャンライトもあるかな。トリトンはやめておこう。大体対空が今んところマジアチャとヤリゴブリンしかいないっていう、マジで、ヘッポコ、対空ヘッポコマンなんで、あのゴリゴリに行ってあげれば、ああゴリゴリいたわ。いやでもこれさめっちゃ雪じゃない、一発ねじ込んで、なんだろ気をつけか走れる、もう一回、いやダブル爆破いいね、めちゃくちゃいい。そうなんで、まあ基本的に気をつけトリトンコウモリとか、気をつけトリトンハンターとか、なんか気をつけトリトンで形組めるといいですね。ここは共有できそう。OK。で、キョスケトリトンハンターでプレッシャーかけた後に、まあ、こっちがね、あの、バルーンを追加していくみたいな感じかな。まあ、キョスケ出さなかったら無限バルーンって。そんな二択っすね。あれ、マジアチクルっすね。でもあれはもう、どうしようもできないので。うん。いや、待って、思ってる以上に入ってる。バカバカバカ。いや、痛いか、これ。男の強します。ガゴムリ使ったな。あ、これ、俺のターンです。うわ、めっちゃうまい、それ。うわー、めっちゃうまい。
発入る。入る。あー、でかすぎる。気持ちいい。気持ちいいすぎる。いや、今の危なかったっすね。なんだこのデッキ。マジでチェカゴムネのさ、コウモリってさ、わー、すごいな、これ。なんか、イギッチーっすね。さっきのアイテムですけど、マイティースケラフリーズみたいな。まあ、よくわかんねえデッキもね、ちょっと、増えてきてはいる。なんかね、カードの種類がもう多すぎて、そのデッキの種類とかも、なんだろう、今までじゃ考えられないぐらいあるんですよ。そう、だからもう全てのデッキに勝てるっていうデッキとかは、もう意外とないというか、もう苦しい。けど、頑張れば勝てるみたいな感じですよね。ガゴムネ、枯渇、マジアジとかもね、ディガーでしっかり仕留めていくとか。できるだけ序盤にキング起動できそうだったら狙っていくっていう。よいしょ。まあ、このデッキはトリトンがいるんで、それがちょっと強いっすね。うわぁ、渋い。あ、これ金魚できそうじゃない？いや、してくれよ。まあ、耐える。まあ、コウモリはつけとく。あーはー、インフレはなんでやねん。これさ、いや、なんか、あー、相手これ。僕は煽りだと判断します。だって絶対俺の方が相性きついもん。しばきます。2個。ゴブドリの、なんかゴブドリでこういうデッキがあるんですけど、それのゴブドリがバレルになってんだかな。いや、そう。多分そうだと思うんだけどな。多分ゴブドリのね、ゴブドリがバレルになった。いや、違うな。これでもインフェ使ってさ、あー、結構回転早いな。いやー、気をつけー。走ってくれたら使ったな。いや、ちょっと待って、めっちゃ下手くそなバレーしましたね。まあ、基本的に、キョスケハンター、トリトン、コウモリ。で、形組んで、インフィを溶かしたところで、バルーン追加かな。いやー、ファイスピ、それエロいな。トレーナークラウン。名前もかっこいいな。で、トリトン、ケツ穴。ハシマイバルキリーをやってくるのかな？やんなそう。あー、オッケーオッケーオッケー。いや、これはマジゆっくりいって、あの、真ん中インフェ用にコウモリ出して、うわー、えぐい。えぐデッキだ。えぐデッキだけど、勝ちたい。早めにこれ溶かすか。よし。え、これちょっと、インフェもロケットもあるんで、こういうなんかいけそうなところで、多少仕掛けとかないと、結構渋いっすよね。頑張れ。一発？惜しい。いや、めっちゃ、流れがいい。ダメージ追いついてるもん。ね。さあ、で、ロケット自体よね、相手。いやー、まあ、これは、ちょっとしょうがない。ディガーで削っていこう。無理せずね。無理せず、時が来るのを待てばいいだけ。いや、竹取れたら渋い。さあ、粘るが勝ち。いやー、待って、インフェー。インフェー。えぐいな、あれ。飛んでいってもらう。まあ、ずっとこれっすね、ぶっちゃけ。いや、めっちゃうまい、バルキリ。いやー、いい。頑張ってる。これ、ディガー削りワンチャルな。いやー、マジで。ワンチャンねえのか。耐える。いやー、でキョスケにロケット打たれるのもちょっと嫌だから、でキョスケはこれワンチャン出さないプランもあるな。いやー、来たな、ここだな。ルート行政一緒。やばい、できない、やばい。おっ、コウモリがルート行政してる。熱々熱々、ガチ熱、ガチ熱、ガチ熱。勇気、勇気飛んでけ、勇気、勇気飛んでけ、勇気。勇気飛んでけ。イエーイ。いや、勝った気しねえ。勝った気しねえけど、俺の勝ちです。よっしゃ、でっけえな。コウモリが、俺のしようと思ってたパターンじゃないけど、たまたまルート強制してくれたっすね。いや、熱っ。まあ、結局粘りですね。もう粘って粘って粘るしかないので、苦しい相手は。勝てない相手というか、
勝てない相手には負けないようにするといいですね。なんでそのさっきみたいに僕の負け筋はまあゴブリンバレルが入ることだと思うんですけど、それ以外だったらまあロケ削りで負けるぐらいか、まあ、ロケ削りもしょうがないので、だからできるだけバレルを抑える、もう粘る粘る耐える、こっちが耐えればこっちの攻めがどんだけ通んなくてもダメージ差って開かないんですよね。簡単に言うとね、俺のダメージ1個も通らん通らんじゃあ負けじゃないんですよ。じゃあ相手のダメージを抑えればこっちも負けないよねっていう、まあ、そういうことで粘りが大事です。さあお願いします、わさじさん。でこれ勝てば、まあ、12-0 ですね一応。さあファイスピ、ファイスピもなんだロイホグか、おーゴブドリだ。さあファイブは飛んでこないでほしい。ドリルもね結構いるっすね。なんか僕もすごい愛用してるんですけど、いやーこれは、いやーコウモリもいんな、なんだこれ、ちょっと切れ、オッケー、あついタワーにも入ってる。これなんかゴブドリで吹き矢入りのがあるんですけど、コウモリっていうのがちょっと特殊ですね。でウォールブレーカーもいんのかな、コウモリ。いやマジでコウモリ入りがないんですよ。さあドリル、あーうんこのトリトもったいないけどな。さあ一旦控えめに行きますか。さあソウルコールを貯められる、逆サイに来る。さあでここはねしゃあないっすね。なんかムートで、いやなんかわかんないっすね、どんなデッキなのか。まあでもこれは多分お互い止まんないんじゃないか。コウモリ来る、うん。さてこうなったらワンチャン俺が、あー吹き矢そっちか、吹き矢出る方狙ったんですけど、いらなかったリガですね。ちょっとおしゃれぶって台無しのやつだ、すぐおしゃれぶっちゃうんでね。ワンチャン真ん中好き金もありそう、ムーとか。さあなんかドリルなんですけど、なんかねテンプレとかではない、まあ呪文がないのかな。スケキンムートで吹き矢コウモリファイスキスケブね、ちょっと特殊なドリルですね。なんでまあ一応キョスキハンターが組み毒っていう、わかんない相手のカードがで吹き矢が厄介なんで溶かしたい。無理に雪も打たなくてよかったか、これ。で、このサイクルだと、相手の空がない。ファイボか。うん。ファイボだけあんのか。なるほどね。さあ、なんで、それだけちょっと警戒して、ファイボですね、ファイボ。まあ、ファイボ吹き矢コウモリ。よいしょ。もったいないハンターかな、これは。まあでも組み毒っすよね。雪打って、で僕はもう無理しないかな。キョスキャンター組んで無理しない、うん。ファイスこっち熱い、いやーいい。でユニットを貯めていきたいですね。こうやって貯めて貯めて貯めていって貯めたい。でバルーンディーガーまで行きたい。でコウモリ来る、いやめっちゃいい。しかもキングが、キョス系の2発でキングが、いやこれは僕うまいです。はい、やばい、キモい。自分で言ってはいるものの、やばいですね。今のは、ちょっと完璧ぐらいでしたね。しっかり、相手がね、呪文が5しかないっていうので、まあ、ユニット貯めてからの、まあ、カウンターっていう、粘って粘ってカウンターゲーでしたね。なんか、昨日も大会あったんですけど、
そのクララリーグの個人戦が、その時も結構プレーがバッキバキで結構仕上がってたんですよね、読みとかも。そのちょっとね、最近はちょっと調子がいいので、引き続きね、いいプレーで、はい、いい動画も出せるように頑張っていきたいと思います。ということで、この京介バルーンね、強いので皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もね、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またね。